今回の作品は、これ、石器の形をしているんですけれども、石鹸でできていまして、それで、ですね、もともとはこれ石器ではなくて、普通のいわゆる石を拾ってそれを石鹸に置き換えるという作品を作っていたんですけれども、石が長い時間かけて丸まっていく過程を石鹸は短い時間でそれが経験できるという、そういうことから作っているんですが、こちらで本物の石器をお借りしてそれが、形が変化していく、でその形があることが石器としての価値なので、その形を失っていくというのはどういうことだろうかということを作品として表したかったわけです。でそれを体験していただくにはやっぱりその使っていただくのが一番ということで、ショップの方にも、販売しておりますので、石鹸としてこれ使えるわけですね。そうです。でその使って丸々とか丸まないとかそういうことを体験すること、体験そのものがまあ作品、あそこまで作品ですよね、はい、なるほどね。そうなんです。ああ分かりました、面白い。はいはい、ちなみにこの石器石鹸はおいくらで売ってるんですか。1個4000円ですね。1つ4000円で、はいはい、こちらのミュージアムショップで、はい、販売しております。期間限定、期間限定期間中だけという。どうぞ。あ、ひんやりするね。
行けます。大丈夫です。そうですね。光ってるところと光ってない。これはあの星屑っていうやつで、まあ原子の雨なんですけど、宇宙から降ってくる宇宙放射線みたいなものがテーマです。はい、星座になってたり、いろいろ。なってますか、うん、するんですが、そんなに正確にどこが星座かと言われると自分でもわからなくなりました。固まっているところ、そういえばありますね。全体にじゃなくて、ね、素材は一緒なんですけど、このプラスチックの人工的なものがなんか生きてるっぽいですよね。ヒゲっぽい、すね毛かも。このぶら下がってるのは何？これがあのかぶれる帽子なんです。帽子？帽子？はい、帽子になってまして、かぶれるので、よかったらかぶって写真を。いいかも。ちょっと汚れちゃうかもしれないですけど、大丈夫ですか？すごい。いいですね。森田さん行きます。なかなかお似合いで。なんか自然です。美容師でもらったの。行きます。人間の一部を使って自然のものを作るみたいなのがちょっと私の中で犬でも全然いいんですけど、最初猫の毛とかでもやりたいなと思ったんですけど、ちょっと集めにくくて。犬ってあれネットかなんかかぶせてあるんですか？いや、普通に何もしてないです。はい、こんな感じで。それが秘密なんですけど。秘密なのか。ちょっとちょっとつまんない。硬くはならないと思うんですけど。どうぞ。あ、どうぞどうぞ。自分の毛の入ってる。自分の毛のちょっと一部。どこかわからないですけど。夜何軒ぐらいお願いしてるとこがあって。暗いから気をつけてください。こんにちは。セリだよ。これでもさ、飛び降りる気がしたい。これ本当にこうバンチで。何？あ、お開きの動画だよ。どこ？これない。大事だよ。もうちょっと見やすいところに行けば。この辺ないで、これヘビ発電所なんですよ。ヘビ発電？うん。あの原子力発電所の、あの形を真似してんのね。で、ウラン自体が、あの新鮮なものだと俺思ってるから、昔はだってあの先住民の人たちはどこから拝んでたんだよ、ウランがある山を。あ、そうなんですか。うん、これじゃない、これ。で、太陽のかけらなんだよ、ウランって。あ、そうなんですか。太陽が破裂した時だけできて、だからそれを棒にして集めると、また太陽がなんていうの、太陽のゾンビみたい、死体が集まってくすぶり始めるんだって。
うん、それが原子力発電所の原理でさ、だから暴走したらその制御棒を突っ込むっていうのも乱暴な話だし、だから新鮮なものとしてその金色の蛇での死体をさ集めると発電していた時代があったっていうお話を作って、で周りにある弓矢はさその蛇が暴れ始めた時のに撃ち殺す制御棒のつもりなんだよ。でこの縦穴自体がそういう発電所だ。縦穴発電所、うん、縦穴ヘビ発電所。これメルトスルーしてるわけではないの？わかんないでもまあ漏れてんだよ、あそこにヘビが一匹助けてきたりとか。なるほど、細かいですね。まあ、ね、ですよね。本当だ、うん、まあ一匹はいるんだよね、こういうのはね。ヘビは何でできてるんですか？ヘビです。本物、びっくりしたけど本物に見えた。見える。あ、じゃあそれは相当いいな。買ったやつをさ、あの白く塗って黄色に塗ったりして、あのこうやって子供がよくそうそうやってるやつ、うん、そういうヘビ発電所なんです。なるほど、いや楽しかったでしょ。楽しかったよ。ねえ、うん、続くだよこれ。ずっとまたちょっと違う仕掛けで作ろうかなと思ってさ。怖いですよ。本当はこの中に水も入れたいし、えー、うん、ちょっとまだバージョンアップしちゃうかな。とりあえず今回はここまでだけど。次回バージョンアップみたいな。今井さんの作品っていつもこうなんていうかな、コンセプトってストーリーっていうか構造があって、そうそう、見た目だけじゃないんだよね。お話が、ね、物語がさ作りたいからさ。ね、だから物語も絵本にして置いといたらもっといいなって。あ、いいと思いますね、うん、この物語。ぜひ作ってください。はい、頑張ります。ね、縦穴、蛇発電。うん、どうもどうも。どうもどうも。あ、ここにもいる。映像を作る方なんですけど、うん、この今ちょっとそこに巻物が、これ実際に本人がかぶって絵描いたりしてました。慣れきっちゃうかしら。結構頭が相当重いようだったんですけど。ここがアトリエなわけですね。そうですね、鳳凰のアトリエということ。今日は実演はないんですか？今日本人がいないよ。本人がいると残念ですね。あのテーブルでこうチェッチェッチェッ。テーブルかわいすぎましたね。それで描いたのは楽しい。いいね。ここで描いたやつがこれになってる。これは違う。あ、そうです、そうです。これ鳳凰が描いた、どんどんつながって感じがちです。
ずっとあるよ。100個、すごい。焼き物ですか。焼き物ですか。これはやはりこの墓地が墓守の意味です。あで、まあ、兵士が子供と遊ぶちょっと楽しい感じも入れたかったみたいな。なるほど、ここが墓地で、兵士のヘルメットと子供の持ち物なんだ。靴とか。ああ、なるほど、いいですね。でトヨタとか三菱とかってこれは何でしょうね。ベンツありましたね。これはあの田村匠さんという方の作品です。ベニヤ板で作ってる阿部さん。なんか、ね、顔が見えないようにほら写真を写ってる。漆が塗ってあるんですよ。漆なんですか。太陽の方の太陽が動かないね、こっちに。無地なの。これは嬉しい。影が映って綺麗だね。綺麗、うん、後ろはちょっとベニヤを削った彫って色が違うところが月みたい。そっか、合わせてあるから。重量がこれだけでも多分80キロぐらいあるので。あるんだ。これが全部で80キロもある、持ち上げられないんだ。軽く見えるけど、できるだけ軽くしないと持たないだろうな。もともと薄いのではなくて厚いのを削る方がやっぱり。そう、この幅が幅のある竹にするのに、大きな、すごい竹じゃない、ね、ある程度この平面を確保できないもんね。あまりになってたらね。これを扱った人たちとよくわかるねとか言っちゃった。いや、そんなあれじゃないんですけど。初めてあの竹を使ったので、そうなんです。学年の竹で手作り、もう全然初めてです。普段は絵描きなんです。そうなんですか。専門は油絵です。そうなんですか。実は竹に全部絵がつくはずだったんですか。インターネットでこの図形、この形の球体の写真を1枚見つけて、で、それがこういう、これ、バックミンスターフラーっていう建築家の
フラーレン構造になってるんですけど、他にもいくつか全部三角形でできてるとか六角形でできてるとかいろんなパターンがあるんですよ。でその中で一番こう複雑に線が交差している図形がこれだったので、であの視覚的にすごく面白いなと思って、これのでかいのが、ね、置いてあったらどういうふうに見えるだろうかっていうのがすごく気になってるから、実際にそれを自分の目で見てみたくてそれで作ることにしたんですよ。この辺りにあるんですけど、どれかお分かりになりますか？あと奥に、これはあの電線とかいうのに地中を走る、普段は目に触れないものが繋がってないですね。一個ずつ置いてあるんですけど、オーストラリアかどうかな。さっき本のビデオの手巻き物マシン、実際に子供たちが作った巻き絵です。あら、この形はあの豆味っていうあのお米を何ですか、脱穀っていうか、奥にあるのが本物です。それを模した感じで、そっから何か出てくる。ね、集まったらギュッと詰めて書いてるからなんかもうポトンポトンって書いてあるところがなんだ、いい感じ。豆味型動き物マシン。ここは山本さんですね、千尋さん。日々の記憶とかいろんなものをドローイングにしてスケッチ袋、これは中覗いていく日記みたいなものもあるし、なんかいろいろ詩みたいなものが書いてあったり、その時々の記憶とかがエコみたいに作ってある、不思議の後に楽しいっていう人笑顔になってくれたら嬉しいですっていう、何でしょうこれは、ね、繋がれてます。この人と散歩してる、あの人の人に似てるね、あの子供たちの
今でも可愛いのよね。忍者にして。城は。城。城壁が。ものなのかと言いますと、焼き物で昔からよく使われる技法の紐作りで、こう紐でこう作っていく方法、土器とか何でもそうなんですけど、そうですね、蛇がとぐろ巻いてるみたいな、その作り方を、紐を綱にして縄にして綱にしてってしていくと、分厚くなると今度焼き物として存在できなくなってしまうんですけど、それをこう一段一段分けることによってまた焼き物として存在させることが可能になるんですね。そうすると今度作品がこう積み重ねていく時の時間軸っていうのが下からずっとこう地層みたいに積み重ねていくので、それがだんだん見えてきて、そうすると例えばこういう古い歴史がある場所に新しく時間を持ち込んでやろうかということで。見ました。この形のイメージっていうのは特になくて、だから現代美術は分かんないって一周されることが多いと思うんですけど、多分ですけど、これで何かを作ってやろうっていう考え方と、っていうのは例えば木で熊を作ってやろうみたいな考え方と、木を目の前にした時にこれで何ができるか考えてやろうっていう考え方が多分2通りあって、僕はその後ろの方の考え方なので、形がこれが何だっていうんじゃなくて、これで何ができるかっていうのを、そうですねなので形は何でもいいわけではないんですけど、自分でこう絵を描いたりして選択していくっていうで、選択の結果出てきた形なので、これが特に何かの形とかそういったことではないです。なので何って言われても別に構わないといえば構わないんですけど。形をこう設定して、それに合わせてパーツを作ってくれる。紐作りみたいな、一日一段と積んでいくんですよ。それをその形までこう出来上がったってなったら、乾いてから切る作業。だから一応来た後、レンガの木から板を打ち込む、この姿の木だと、この2週間分の話をしたわけです。大丈夫です。